Anta, mou de aruite ii no kai? Demijika ni na. Nani o tsukuru? Daiji ni tsukai yo. Mata koi yo. Irasshai. Nani ga hoshii in dai? いい選択だ。持ってきな。ちょうどいただくよ。持ってきな。いい選択だ。持ってきな。ちょうどいただくよ。いい選択だ。 ひでえ面だな、クライブ。裸じゃないのがせめてもの救いか。黙れ。言い返す気力が残ってるならそれでいい。これからガブと合流する。奴が誰を探してるのか忘れたわけじゃないだろう。それは。お前がへばってる間に奴から知らせが来た。火のドミナントに関して この道も昔は人が行き来してたが、黒の一帯が迫って、このざまだ。誰も寄りつかなくなっちまった。俺の知ってる抜け道の一つさ。ガブはこの先だ。行こう。 いつまでふぬけてる気だ。 だが、もう考えてみろ、クライブ。俺たちはまだザンブレクの呼び笛だ。近くの砦はとうの昔に放棄されたはず。続きは後にしよう。俺は奴らの様子を探ってくる。お前はガブと合流しろ。いや、俺は。いいか、頼んだぞ。
頼む。
何を？そいつを逃がすんじゃない！ガブ！なんだ？おい、例の脱走兵だ。こいつも始末しろ。邪魔をするな！生きて帰すな！ クライム、お前は竜騎士をやれ。くそ、もたもたしてられんか。でかい魔王はさすがに答えるな。クライム、あまり援護を期待するなよ。
これでよし。まったくお前らしくもない、こんなヘマしやがって。やつらの頓傷はあさってたら見つかっちまってこのざまさ。だけど二人のおかげでなんとか助かった。ありがとな、本当に。で、収穫は？クライブ、例のクソ野郎の行き先が分かったぜ。ガブ、あれは？奴は今、ロザリアへ向かってる最中だ。従者とな。この目で、ザンブレク兵たちとやり合ってたのを見たが、あれは間違いなく、
火のドミナントの力だったよ。そんなはずは。クライブ、あの時どういうわけかお前は召喚獣になった。お前がフェニックスを殺した火のドミナントかもしれん。だがお前は見たはずだ、竜巻にいたローブ姿のやつを。俺もあそこで見てる。やつはいたんだよ、クライブ。じゃあ、あれは何者だ。さてね、それは分からん。分からんが、全てが明らかになってるわけでもない。きっと何か見落としてる。何を。フェニックスの祝福に誓いを立てて弟の仇を討つためだけに生きてきたんだろう。だったら自分で真実を掴んでみろ。それから死ねばいい。シド、俺礼を言うならガブに。ありがとうガブ。いやいや。渡り鳥を見かけませんね。黒の一帯の影響が広がっているんだ。急がないと。明後日にはロザリアに入ります。もう一度あの地へ。奴を止めるんだ。そしたらあいつ、巨大な火の竜巻を出したんだ。そいつはすごいな。ああ、また俺が話を持ってると。クライブ、彼女、目が覚めたわ。そうか。うん、言ってやれよ。さて、俺には野暮用がある。グッズ、出かけるぞ。ガブ、お前もちゃんと見てもらえよ。おお、肩の傷が痛む。死んじまいそうだ。え、何なの。ちょっとな。ほら、早く行こうぜ。